どう？答えは出たかしら？そういえば、来訪者の中でもレイはかなり特殊な存在なのよね。英傑全員と友達になる律者がいるなんて誰も想像できないでしょうね。それで、メイの答えは？多分それが終わる世界が人々に与えた最も貴重な贈り物なのかもしれないわね。ええ、メイの言う通りね。イニシエの楽園が記録しているのは、そんな簡単な物語よ。英傑たちも所詮、複雑な心を持ち、欠点がある普通の人。どう私情があるし、包み込むような愛情を持ってるわけでもない。しかも、感動や思いつきで、衝動的にすごく偉いこともするの。彼らは最初から完璧なヒーローだったわけじゃない。ただ、あの時代でそこに現れたのが彼らというだけだった。ただ、それだけよ。だからこそ、他の人に変わったとしても、きっと変わらない選択をすると思うわ。しかも彼らよりもっとよくできるかもしれないわね。それが美しいとこしえ、私が信じる神話なの。あなたは全ての物語を見ることはできない。その片隅を全部理解することすら難しいの。13人の命の全てはそれほど複雑で美しいものだから。それ次第で終点に着いた時にあなたが得るものが決まるのよ。目的って言われるとちょっと大げさかしら。前にも言ったけど、イニシエの楽園にはちゃんと現実的な意味があるのよ。メビウスの成婚計画の一環としてね。けどメイの言ったことは確かに私の小さな願いでもあったわ。最初から変わらない私の譲れないことなの。きっと今のメイなら落ち着いて私の結末に向き合えるわね。そうね、多分私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。私の人生の中で唯一の嘘を。だって私も怖かったのよ。もし私が第13律者だって知ったら、メイはもう笑って挨拶をしてくれなくなるかもしれないでしょ。私を疑うかしら、私から離れていくかしら。私、がっかりさせちゃった？
くよ。はいはい、もうからかわないわ。レイは答えを手にしたらすぐにここを出るんでしょ。だからメイとの思い出を残したかったのよ。でもちょっと変ね。準備はとっくにできてるのに、どうしてメイムに包まれたままなの？ええ、メイの知りたかったあのパーティーに関する全てはあそこにあるのよ。あの時具体的に何があったのか私も気になるわ。忘れたの？私はただの記憶体。何がしたいのかはわかるけど、実際に何があったかは知らないのよ。私ちゃんとできたのかしら。みんながどう思ったのかも気になるし、でも彼らの反応から察するに結果はいいものだったんでしょうね。でなければ古の楽園にはエリシアがいないはずよ。ところで、まだ少し残念なことがあるのよね。十三英傑は一つのチームだってずっとそう言ってきたけど、よく考えたら私たちは一度も十三人で肩を並べて戦ったことがないのよね。もしメイが悪役を演じてこの小さな願いを叶えてくれるなら、私きっとすごく嬉しいわ。あ、メイのケチ。ところでメイ、もう一つ聞きたいことがあるのよ。私たちのような記憶体、生前の記憶をデータで再現したいわば仮想的な存在は、あなたの目にはどういう風に映ってるの？早々に犠牲になった殉道者も、未来まで生き残った先行者も、彼らは私たちとは何の関係もないリアルな存在でしょ？ここに残っている私たちはただの過去、昔に残った影のようなもの。私たちはここにいてもあなたがいる現実に触れられないし、共に未来に向かうこともできない。あなたがここを出て普通の現実の世界に戻ったら、ここにあったことはただの物語、フィクションだって実感するでしょう。しばらくしたらあなたはここのことを忘れて、この話を忘れて、私たちの存在を忘れてしまうかもしれない。あなたは私よりいい人に出会うし、すでに出会っているのかもしれない。あなたには自身の人生があるし、自分の明日を抱きしめないといけない。そうしたら、私たちの感情、思考、意志、そして行為に本当に意味はあるのかしら。
あなたにとって、その他の人たちにとって、私たちにはどういった意味があるの？ごめんね、またメイを困らせちゃって。私のもう一つのわがままだと思っていいから。大丈夫よ、考える時間はまだたくさんある。ここを出る前に正直に私に教えてね。たとえ答えがわからないだったとしても、メイの心からの答えなら私は受け入れられるわよ。メイ、こんな形であなたに出会えて本当にラッキーだったわ。あなたは私にずっと欲しいと思いながらも手の届かない贈り物をくれたの。あら、日が暮れてきたわね。結局あのメイムが何なのかわからなかったわ。こうなると夜が明けるのを待つしかなさそうね。明日の朝またここで会いましょうね。道は私が何とかする。一緒にメイムに包まれたあの島に行って、最後のパーティーがあった場所で共に見届けましょう。第13律者の誕生、そしてその終わりを。綺麗な夜景だ。妹も見られたらいいのに。ママ、このお花たちすごく綺麗。ええ、いつも美しく咲いてるわね。このお花、あのピンク色の髪のお姉ちゃんにプレゼントしてあげよう。とっても悲しそうに見えるから。あの時暗い影が見えたんだ。嘘よ、また私を驚かすつもりね。嘘じゃないよ、本当に見えたんだってば。こんばんは、メイさん。ええ、私も驚きました。こんな普通の夜は久しぶりです。
まるで日常へと戻った気分です。今までの戦い、末日、追憶が長い夢のように感じました。すみません、変なことを言いましたね。気にしないでください。ええ、神出鬼没の敵以外特に危険はなさそうです。どうしてアポニアはここを隠していたのでしょう。いえ、まさかエリシアがその剣を教えただなんて。そのことに驚いただけです。なるほど、きっとあなたには真相を知る権利があると考えたのでしょう。すみません、彼女のことを尊重したいので私からその話をすることはできません。続きを教えてもらえなかったんですか。火を追う側は確かに最初の提案を却下しましたが、その後彼らは折衷案を出したんです。彼らは選び抜かれた5人による護衛決を作ることでエリシアの考えた英傑制度を推進しようとしてました。はい、エリシア、ケビン、ビルビ、スー、それから私です。ですがエリシアは断固として妥協しませんでした。全員じゃなかったら最初から作らない方がいい、そう言いながら。多分もともと護衛決以外の人たちが非難されていたので、エリシアは彼らのための権利を勝ち取りたかったのでしょう。はい、私も理解できませんでした。ですが火を追うガガワの理由は未来のない人間はいらないと。彼女は私よりもずっとふさわしいはずなのに。それは身に余る褒め言葉です。毒葉は早い段階から火を追う蛾の内部で起きていた権力闘争に加わっていました。上層部に彼女と関わりを持った人たちがまだいたようです。刃の鋭さを知っているからこそ、それが自分の首に当たることを恐れていたのでしょう。コズマの場合、体の状態が理想的とはあまり言えなかったんです。ビシュヌの因子が彼の理性をいつ蝕むか分かりませんでしたから。それが理由です。あまりにも純真だからこそその力をコントロールできないのです。そして子供というのも一つの問題でした。いいえ、おそらく戦略を決める側はそもそもその名前を知らなかったのでしょう。あの惨劇が起こるまでフェリスは数多くの第二期融合戦士の一人に過ぎず、戦果もありませんでした。上層部は彼女のことを何も知らなかったのです。ええ、ご存知の通り火を追う13英傑の称号は
広く伝わりました。よく考えてみれば、彼女がしてきたことは儀式的なものが多いのですが、順位や刻印、会議長として使われた黄金の庭も、誰もが彼女のペースに合わせていたわけではありません。でも結果的にみんな彼女の言う通りになりました。こう話すのは少し変かもしれませんが、エリシアが私たちにしてきたことはなかなか楽しかったです。彼女の言う仲良しという目的が達成できたかどうかは分かりませんが、誰も彼女の情熱を無視できませんでした。その目線から考えれば、彼女はすでに成功しているのでしょう。理解や必要性、もしくは単なる妥協。英傑制度は一度も正式に許可されていませんが、私たちは皆自身の英傑の肩書きを認めるようになりました。少なくとも彼女の前で否定することはありませんでした。そういった一体感と帰属意識は一つの救済だったのかもしれません。私にはわかりません。まあ彼女が何を考えてるか見抜けることはそうありませんでしたが、確かに彼女は真心を持って周りの人たちに接してきました。最初からそうなんです。出発の準備をしたの、さくら？ああ、リンに合流の場所を教えた。わらわたちは二手に分かれて出発する。わらわはおとりになって追っ手を巻く。リスクのある計画に聞こえるわね。もっと安全な計画を立てる時間などない。一か八かにかけるしかないのじゃ。それより何時は大丈夫なのか。私？サクラがいないと寂しいかってこと？もちろん大丈夫じゃないわ。リンが第十二律者だという情報をわらわに教えたのは何時じゃ。もしわらわたちがこのまま行方不明になったら、何時は疑われ責任を問われるやもしれぬぞ。教えたのが私だなんて誰もわからないと思うわよ。それに私だってわかったとしてもどうすることもできないでしょうし。もしかしたら汝を閉じ込めるやもしれぬ。奴らが凛にしたように。私は十三英傑のトップに立ったことのあるエリシアよ。私を閉じ込められる場所なんてあるはずないでしょ。十三英傑か。最初は何時の気まぐれかと思ったが、まさか今に至るまでそれを守り抜くとはな。それが何時の目標ならわらわも味方しよう。ただエリシア、リンは本当に無事か？それってどういう意味？費用を奪わ、何の根拠もなくあの子を第十二律者として認定したりはせぬ。もしもしもの話じゃが、あの子が本当に人類の敵になったら、わらわは、さくら、リンに何か異常があると思う？いいな。あの子はリンじゃ。昔と変わらぬわらわの妹であることを保証しよう。だったら彼女は普通の人間よ。
火を拝の面々が何を発見したとしてもね。あなたより凛を理解している人はいないもの。わかった。わらわは凛を信じ、何時も信じることにする。ええ。ところでさくら、楽園で記憶の同期をした方がいいんじゃない？今の気持ちを記録しないとなんだかもったいないような気がするのよ。ディナ、遠慮する。リンの身にあったことをあのわらわに知ってほしくないからの。たとえただの記憶体だとしても、わらわには二度とこんな難しい選択に直面してほしくないのじゃ。わかった。今度記憶の同期をするとき、あなたには内緒だって向こうのみんなにも注意しておくわ。いってらっしゃい、さくら。感謝する、エリシア。刹那の名の本当の意味気に入っておるぞ。ではさらばじゃ。さくら、奇遇よね。私たちが別れた日もこんな月夜だったわね。時間よりも先について愛しい人の子と一緒にいられる最後の時間を大切にするのに。そうよ、真相知ったらあなたはここを出るんでしょ。昨日一緒にタイプライターを直した時に大人の私がそう話してたわよ。彼女はとても寂しがってたわ。私たちはずっと覚えてもらえるように、彼女は最後の島にいろいろなサプライズを用意したのよ。メイが眠るたびに楽園の夢が見られるほどのサプライズね。そうすればあなたがここに残ってくれるかもしれないって。本当に彼女ったら甘いわよね。あなたはここでたくさん苦労したんだもの、残ってくれるはずないでしょう。違うの？それはちゃんと理由
昨日あなたたちが去っていった後、誰もデータ室に来なかったの。どうせ暇だったし、外の風景を見に行こうと思ったのよ。午後の日差しはポカポカしてて、空気も甘い花の香りがしたの。モフモフした猫ちゃんにもたれたらすぐに眠っちゃったわ。再び目を開けたら日は暮れてて、猫ちゃんもいなくなってたの。急いで戻ったら、なんとデータ室の鍵がかかってたのよ。トコシエの楽園に危険なものはないから、鍵をかける必要なんてないわ。とにかくあらゆる解錠魔法を試したけど、結局こじじゃなくて開けられなかったし、庭で夜が明けるのを待つしかなかったのよ。そうよ、こんな状況は初めてなの。あるに決まってるでしょ。可愛らしくて魅力的で完全無欠な管理者の妖精さんがいるじゃないなんてね。確かにないわ。あ、まさか誰かが唯一無二の私を狙ってる？それはいけないわ。妖精エリはそんな暴挙を許さないんだから。扉を壊す魔法を使ってでも相手の間違った行動を阻止しなきゃ。これは非常時の手段よ。では、愛しい人の子、お先に失礼するわね。私に任せてって言ったよね。来た甲斐があった。どんなお宝が入ってるのかな。
の効果が早く戦勝の一撃それはありえない僕もそうだと思ったから何度も確認したよもしかしたら私たちの視線の届かないところがそんなに理解しがたいことだったかしらまさか今でも彼女がどこかに隠れて私たちの表情を見ながら笑ってるとでも思ってるの彼女は一度もそんなおふざけをしたことはないはずよおや、まさかあなたの口から彼女に対する肯定の言葉を聞くとは。あら、誰かと思えばあなただったのね。ごきげんよう、メイ。何か用事でも？彼女に何か用事でもあるのか？すまない、来訪者。エリシアはトラブルに巻き込まれたようだ。彼女はいなくなった。あら、どうやらラットさんはまだ分かってないみたいね。スーの話はいつも分かりにくいわよね。私が訳してあげましょう。あなたが探してるあの女死んだ。もしいつかこうやって私に対してトリガーを引くことで大多数の人々を助けられるのならケビン、あなたはどうするの？ああ、わかった。ではあなたに何かアドバイスをした方がいい？待ち続けよう。優柔不断なんてあなたらしくない。ケビン、あなたでもどうすればいいかわからなくなった。そんなに複雑ではない。アポニア、この状況下で一つだけ頼みがある。かつてエリシアが君に渡した
彼に聞くのはやめた方がいい。目、君には関係ない、そう言うだけだから。でも今は焦る必要はないよ。スーがその真偽を確認しているでしょ。ええ、少し前に私は楽園でおかしな変化に気づいた。それは無視できないような空洞めいた感覚だった。だから私の代わりに観測してほしいと。私にとって感知は確かに簡単だけど、遡ることとなるとやはり第二の神の鍵を持つ者の方が、より私がやると関わってくる部分がより多くなるだけだから。もしかしたら今のように言葉を交わすこともできなくなるかもしれない。エリシアは楽園から完全に消えた。ええ、これが初めてだよ。現れようとしないことと消えてなくなることは違う。それ今はスーの出す結果を待ち。君だったんだね、来訪者。いや、少し滞りがあっただけさ。来訪者、少し前に君はクラインのところで古の楽園の中にある廃棄データに遭遇しただろ。構わない、来訪者。唐突だが、君に協力を頼めないだろうか。僕は古の楽園にある膨大な情報からエリシアの居場所を探ろうとしている。しかし5万年という時間の中で意味のないデータはあまりにも多い。そういう滞りがあると手がかりに気づくチャンスを見失うかもしれない。その通りだ。君はそれに接触したことがあり、律者の力も持っている。つまり今の僕たちの中で君よりふさわしい人はいないんだ。あ、しかし今まで僕が見たものは楽園のデータの半数にも及ばない。僕は引き続き楽園の有効エリアで追跡を行う。君には僕と共にデータを通り抜けてもらいたい。廃棄データが現れた場合、僕が感知する前に壊してほしいんだ。感謝する。廃棄データは有限だし、全てを壊す必要も
壊せるはずもない。僕が干渉を受けないようにしてくれればいい。それが終わったら、僕たちは無事にここに戻れるはずだ。もう少し。これから僕は楽園のデータを検索することに集中する。邪魔するものはどうか壊してほしい。それだけ？それも理由と呼べるの？彼らが命を懸けて戦ってることはもちろん知ってるけど、私たちは違うというの？彼らは特殊だから？彼らは運が良かったから？あんな化け物になったのにまだ生きていられるから？特殊か。なあ、コズマのことを知ってるか？13人の融合戦士の一人だが。よく考えてくれ。自ら破滅を招くことになるぞ。じゃあ今日から火を追う側に反逆しよう。あのメビウスはこっちで何とかする。安心してくれ。安心できるかどうかはさておき、おかしいだろ。反逆なんて誰が言うんだ。人類は終わった。これは思考能力を持つ人間が行う賢明な選択だ。もうどうでもいい。世界の真相や最後の勝利なんて気にしない。俺はただ死ぬ時は誰かに抱きしめられたい。ただそれだけだ。やめましょうケビン、そろそろ撤退しなければ。そうしていてももう意味はありません。行きましょう。タイミングを見失うわけにはいきません。今はまだ落ち込む時じゃない。そうでしょ？落ち込んでいるわけじゃない。まだ終わっていないんだ。迷いの中で歯を観察し、浮き沈みの中で羽を拾う。下がれ、雷の律者。刀は鞘から出た。ちょっと不安かも。終わったのか。助けが必要だとアポニアに言われた。ケビン、なるほど。スー、結果は？もう古の楽園のデータを全て検索し終えた。何の収穫もなかった上に、サクラのデータにも問題があることが判明した。
あ、彼女の本体を構築するデータも跡形もなく消えていた。言い方を変えると、彼女はエリシアのように完全に消えたわけではないが、それでも見つからない状態に変わりはない。わかった、まずはここを出よう。つまりこの件について、エリシア、彼女は確かに余計な真似を。何、そんなに現実を受け入れがたいの？あの時あなたたちは今のような表情を少しも見せなかったくせに。いいだろう。この件はしばらくこの場限りの話にしよう。へえ、手下さん、ようやく前面に出る気になったのね。あなたってば、ついていく相手がいない状況ではどうすればいいかわからず、ネズミのように死んだふりをするのかと思ってたわ。重要なことだから一度しか言わない。僕たちの調査に進展があるまで全員にこの件を知らせてもデメリットにしかならない。だから僕が自ら口にしない限り、楽園でこれ以上誰かがこの件を知ることは許さない。この約束を守らない者がいるなら、別の方法で黙ってもらうという手段も厭わないが。この件の本質を確かめに行く。そうだ。だが、その前に、メビウス、何か言いたいことは？はいはい、わかった。ちゃんと守ってあげるわ。でも、いつまで守るかは、私の気分次第よ。つまり、ここに残って裏切り者の哀悼をするような行為に興味なんてないってこと。あなたたち人類はいつもそう。ただもう戻れないところまで来てからまた後悔するだからこそ退屈極まりないのよ。ケビン、彼女ならちゃんと守ってくれるさ。あとはアポニア、君は？ケビン、あの時から私たちは同じ特殊性を持っている。私が秘密を守れない人間だったら今こういう状況にはなっていないはずだよ。それに私もしばらくここを離れる。君は自分のやり方でこの件を調べるつもりなのかい？ええ、あなたを信じていないわけではないよ、スー。私はただ最善を尽くしたいだけだから。わかった、僕ももう少し頑張ってみるよ。ええ、それからメイ、一つお願いしてもいい？メイ、もう少し近くに来てくれる？その男の子たちには教えられないことがあるから。出発の時間だ。慎重に行こう。
ああ、ついてきてくれ。あら、私が戻ってくるのを知ってたの？ええ、だからこそ私はここに残ることにした。でもメビウス、あなたはそもそもここを出ていないのでしょ？相変わらず嫌な人ね。そう？実は私も自覚がある。でも今は私の話はどうでもいいはずだよ。あなたはこの件をどういうふうに考えているの？それってケビンのこと？ここにいる人で彼の本心を見抜いた人なんているのかしら？見抜く？ええ、多分私たちは彼を複雑に考えすぎているだけなのかもしれない。ええ、そうね。それほど複雑じゃないのかもしれないわね。だって、わかりやすかったもの。今回、彼は本当に焦ってるわ。やめましょう、ケビン。そろそろ撤退しなければ。そうしていても、もう意味はありません。行きましょう。タイミングを見失うわけにはいきません。今はまだ落ち込む時じゃない。そうで、落ち込んでいるわけじゃない。まだ終わっていないんだ。ただ、彼は立って死ぬべきだった。